アレクサンデルイサクは、スウェーデンストックホルム県ソルナ出身のサッカー選手。レアルソシエダ所属。ポジションは FW。エリトリア出身の両親の元ソルナで生まれる。6歳の時に地元クラブのアイク、ソルナでキャリアをスタートさせる。2016年2月28日、スウェーデンカップに16歳で出場し、プロデビューを果たした。また初得点を記録した。 2017年1月28日、ボルシアドルトムントに完全遺跡で加入。2019年1月、ビレムツーエ2018から19シーズン終了まで期限付き遺跡をした。2019年6月12日、レアルソシエダと2024年までの契約で加入。2021年2月21日のデポルティーボ、アラベス戦では、ハットトリックを達成。 翌日には以前から報じられる FC バルセロナからの関心が再び報じられた。スウェーデン代表として各年代でプレーし、2017年1月8日、親善試合のコートジボワール代表戦で A 代表初出場を果たし、1月12日、親善試合のスロバキア代表戦で A 代表初得点を記録した。ありがとうございます。